く見えるな、気流。おーい。どういうことだ、ソメア。見ての通りですよ、四代目。てめえの相手はそこのソメアだ。聞いたぜ、あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すげえ。安心してソメアに殺されな。何があった、ソメア。何があったって行かれちまったんですよ、俺は。
俺が殺す相手はお前じゃねえ。後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねえ。ソメヤ君には無知をくれてやる必要があってな。お前ら清美ママを。岩見、ソメヤにはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だがソメヤはその条件を守ることができなかった。やめろ、やめてくれ。キリュウさん、あなたがソメヤに殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでにソメヤにとどめを刺してください。何？
そうすれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。四代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ。兄貴。時間切れだ。待て。それ。あなた。なんじゃこりゃ。清美、あの子には、ヒロミには、俺一度も手あげたりなんかしてねえからな。大事にしてきた。本当だ。美しき夫婦愛を、いや家族愛を見せていただきましたよ、染谷さん。何をする気だ。まあ時間切れは時間切れじゃけえの。キヨちゃん、おい、なんならこりゃ。キリュウさん、ナグモさん、ヒロミを、俺とあいつの娘を頼んます。何を言いよるんじゃ。しっかりせ。まだ助かる。娘を頼まれたと言ってくれ。今ここでだ、ナグモ。わかった、必ずわしが守りきる。安心せ。